今日は楽しいショッピングだよ。アンパンマンとコキンちゃんが買い物に行った先には白玉さんが帽子屋さんを開いているんだね。じゃあここから開けて行ってみるね。よいしょ。この中にはこんな感じで入っていたよ。白玉さん、帽子をかぶっていない白玉さんと帽子屋さんのセットだね。そしてこれだね。これは四つ葉のクローバーのラムネ。ラムネがあって、そしてここにはシールがあったね。このシールを貼っていこうね。まずは白玉さん、白玉さんのお人形さんを袋から出していこうね。こんな感じ。帽子をかぶってない白玉さんって初めて見る感じじゃないかな。こんな感じの髪型になっているんだね。ここに帽子をかぶせてあげようね。そして蝶ネクタイをしていて、この足のところからこう曲げて座らせることもできるし、そして立たせておくこともできるよ。それじゃあこっちの方のセットを出していこうかな。3つ、帽子が3つもあったよ。いろんな帽子を白玉さんにかぶせてあげてみようかな。まずはこんな帽子。そしてよいしょ、とても可愛らしい帽子もあるね。それからこれは何だろう。ここの模様がついていて、なんかバナナみたいになってるけども、これは毛かな。このふさふさしている毛がついている、白玉さんがよくかぶっている帽子なんじゃないかな。そしてこれが何かな。これは何だろうね。これは帽子を置いておくための台かな。ここのところに穴が開いていて、帽子をかぶせてあげる。よし、こうやって置いておくことができるね。もう一個も穴と穴を合わせて置いておけるよ。そしてこのシールだね。これはこの台のところに貼ってあげればいいのかな。よし、これを取り出して、そしてこんな感じでハットショップ、帽子屋さんっていう英語が書かれているね。これをこの棚の下のところにこうやって貼ってあげて、よし、帽子屋さんができたよ。そして白玉さんはこの絵の帽子をまずはかぶせてあげようかな。このちょっととんがってるこの先が前になるようにして着せるといい感じだね。この横にしちゃうとちょっと面白い感じになっちゃうから、ちゃんとこのとんがってる先を前にして着せてあげようね。じゃあこの他の2つも白玉さん着てみたらどうなるかな。よし、まずはこの帽子を脱いで、こっちの帽子をかぶってみようかな。ここに刺してかぶってみたよ。とてもなんか可愛らしい感じの白玉さんになったね。じゃあもう一つの方をかぶらせてあげようかな。これも方向がありそうだよね。この形、こうするとちょっと変な感じだよね。こうかな？どうだろう？こうかな？この方向が良さそうだね。このやっぱりとんがってる先を前にしてかぶせてあげるととてもかっこいい白玉さんになったよ。白玉さんのハットショップ楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。